はい、こんばんは。コンピューターのための数学、N 進法の小数をやります。 N 進法の小数をやりますと、まず手順、もう手順からやります。はい、N が2の場合、2進法の小数は2の累乗丸々乗分の1かける各桁です。はい、2の丸々乗分の1かける各桁ですと。はい、ここですね、緑で塗っておきます。はい、手順ですね。で丸2、小数点ですね、小数点の数だけ2分の1を並べて、それに各桁をかけて、はい、そこに累乗ですね。手順3は、しまった色を変えるべきだったね。何色にしようかな。手順3は左から順に、左ですね、左から順に2の右肩に、1,2,3 と指数をつけていくわけです。あとで練習やりますからねと。はい、でもう一回いきますと、N 進法の小数、例えば2進法の小数、手順1,2,3,1、2進法、 N が2の場合、2進法の小数は2の丸々乗分の1をかけるの各桁ということですね。手順2、青でいきます。青でいきます。ちゃちゃちゃと、まず2分の1を小数点の数だけ並べますと。手順3、左から順に、この2分の1のですね、左肩の2の左、あ、右肩に、指数を1,2,3と順番につけると。手順1,2,3です。すごく簡単ですから、例をやっていきますと。はい、まず、0.111、2進数ですね、2進数ですね。はい、これを10進数に直すと。はい、で小数3桁ですね、1,2,3と3桁ですね。で2分の1を小数点の数だけ並べると、 3つ並べます。2分の1、青で書きますか。2分の11つ2つ3つと2分の1ですね。で次に左から順に1,2,3点点点と指数をつける、2の右肩につける、ここですね、1,2,3とつけると。であとは、忘れた。各桁をかけてきますね。1,1,1。小数点、の桁、1。緑、1,1,1と。ですね。もう一回ちょっと、言います。2進法の小数は、2分の1を小数点の数だけ並べました。3つ、3桁ですから、2分の1、2分の1、2分の1と。はい。次に、各桁を書きました。1,1,1 ですね、を1,1,1とこれかけてやりますね。機械的に覚えます。次に左から順に 1,2,3 と指数を2の右肩につけると、 1,2,3 とつけました。であとは計算して10進法の小数で表すと答えを作るということですね。はい、じゃあ次 0.01 2進法を10進法で表すと、2つですね、小数2桁。はい、でじゃあ2分の1は2つですね、2分の1を2つということですね。で、各桁をかけます。01をかける、0と1だからかけてやる、01をですね、01をかけました。次に、左から順に指数をつけると、12とですね。で最後は足してやるということですね。2分の、これ0ですね、4分の1、答えは4分の1で、10進法小数で、0.25 ですね、4分の1は。はい、完了。次はこれか、 0.1011 と、2進法ですね、2進法ですね、これを10進法で表すと、小数点4つですね、2分の1を4つ書きます。1つ2つ3つ4つと、次に各桁をかけてやります。1011、1、
011とかけました。で手順3、指数を載せます。1234、右から、あ、指数で左から乗っけますね。左から乗っけます。1234と。で足してや足し、あとは足して計算するだけですね。足して計算するだけと。で16分の11になって、0.6875 が答えです。で、まとめますと、はい、まとめますと、N 進法の小数ですよね。で3進法の場合は3分の1を並べてやりますと。ここが3分の1をですね、3分の1になります。4進法の場合は4分の1、2進法の場合は2分の1でしたね。 N 進法の場合は N 分の1を使ってやっていくだけですと。はい、大学の1年生でやる数学ですね。はい、以上です。